ドービニーノには、1890年7月、油彩、キャンバス、53X103 センチメートル、広島美術館像、ドービニーノには、1890年6月半ば、油彩、キャンバス、50.7X50.7 センチメートル、ゴッホ美術館像、ドービニーノにはとは、1890年7月に、フィンセント・ファンゴッホによって描かれた絵画。 オーシュル・オワーズでゴッホが滞在していたラブー旅館の近くにあったシャルル・フランソワ・ドービニーの邸宅の庭を描いたもので、画面中央奥には彼の未亡人が描かれている。ドービニーはゴッホの敬愛する画家の一人であり、1878年に彼が亡くなった時には、悲嘆の気持ちを弟手を当ての手紙にしたためるほどであった。同盟同行図の作品が2点。 コー図の作品が1点の計3点あることが認められている。1890年6月半ばに庭の一部を描いた正方形の収作がゴッホ美術館に所蔵されている。同盟コ構図の作品のうちの1枚目とされるものはスイスのバーゼル私立美術館に収蔵されている。本作の画面右下にはフランス語でタイトルが書かれている。 一枚目を模写したと思われる二枚目の作品は、7月23日付の手を当ての最後の手紙で、本作について言及していると思われる箇所とスケッチが描かれていることから、7月中旬から同日までに描かれたと考えられており、ファンゴッホが自殺を図る一週間から4日前の最後の作品である可能性もあるが、少なくとも最晩年の作品であることには間違いない。 本作は、ゴッホの死後ドービニー夫人に寄贈され、彼女の死後、1900年に競売にかけられた後は、複数の所有者のもとを転々とした。その後、1929年に、ドイツのベルリン国立美術館が購入し収蔵したが、1937年に、ナチスによる大敗芸術弾圧で、美術館の近代画部門は閉鎖され、本作は宣伝賞に没収された。 ヘルマン・ゲーリングは集められた膨大な印象派や表現主義絵画の中からこの絵の他にイッシュガシェの肖像などのファンゴッホ作品数枚を持ち帰りアムステルダムの画商に売った。画商はこれをオランダのユダヤ系銀行家、美術収集家のジーク・フリート・クラマルスキーに売ったが彼は1940年のナチスの侵攻前に所有する絵画と共にアメリカへ亡命した。 戦後の1974年、息子によって競売にかけられ、広島銀行が落札、同行が開館した広島美術館に収蔵された。バーゼル版のものに見られる画面左下の猫は、広島版のものでは一見して欠けている。これについて、1900年に競売にかけられた際に、撮影された写真には、猫が確認できること、街当部分が周囲と色合いが、 やや異なることなどから、1901年4月頃に、画家のエミール・シェフ・ネッケルによって、補修のため塗りつぶされたと考えられている。この説を取る者に、コーデラ・ツカサがいる。キビ国際大学が行った、X 線を使った調査でも、該当部分の絵の具の材質が異なること、塗りつぶされた下に、猫が描かれていたことが確認されている。小林秀樹は1999年の著書、 ゴッホの遺言で、後の作品の方に、猫がないことに、ゴッホのメッセージが込められているという説を述べている。ゴッホの遺言は、第53回日本推理作家協会賞、評論その他の部門を受賞しているが、上記の通り根拠があるわけではない。小林は2009年の文庫化に際して、該当部分を書き改め、完全版、ゴッホの遺言として刊行している。ゴッホ、 ドービニーの庭に隠されていた黒猫の発見文化財研究第6号。2016年10月29日閲覧。ありがとうございます。